はい、手巻き寿司の話、手巻き寿司の話。まあ子供の頃とは家で実家でですね、まあ手巻き寿司をたまに出してもらって、でまあ食べるんですけども、手巻き寿司ってのは結構調理が簡単というかね、まあ、準備は必要なんだけども、切ったりとかね、でも別になんか炒めたり煮たりするわけじゃないし、調理が結構簡単なんで、だからまあ見栄えもいいし、いいですよね、子供も楽しいし、ということでね、2ヶ月に1回とか月に1回とかそのぐらいのペースだと思いますけども、まあない時は半年に1回とかね、そのぐらいのペースですけども、手巻き寿司を家でやってまして、で私は手巻き寿司好きで、それでね、あの子供ながらに酢飯うまいなみたいな、お寿司なんだけどね、お寿司の酢飯ってうまいなみたいな感じで、でちょっと甘くて酸っぱくて、でお醤油つけて辛くてみたいな感じで、うん、でマグロとかね、そういうキュウリとかね、そういうのを挟んでこう巻いてね、手巻き寿司やるんだけども、普通あのロート状に巻きますよね、メガホンみたいな形、ああいうの巻きますよね、手巻き寿司は。でも私の家ではね、普通に普通の土管みたいな感じで、よくコンビニとか売ってる手巻き寿司ありますよね、あれぐらいで巻いてましたね。まあどっちでもいいと思うし、簡単なのは土管みたいに巻くのが簡単だと思うんですね。はい、まあ、見栄えはねメガホンみたいな方がいいと思うんだけども、で土管みたいにして巻くんだけども、私はね酢飯がね好きなんでね、食べたいんですよたくさん。だからその酢飯をねいっぱいこう海苔にこう貼り付けて、でそこに1本ぐらいねちょこっとだけマグロを巻いて、で醤油つけて食べるっていう、だ中にねこう挟むもん何でもいいね、貝割れ大根でも何でもいい、ね、何でもいいね、申し訳程度なんでね、こう芯材ができればいいだけですから、芯ができればいいだけだから、酢飯がね食べたくて、それで毎日寿司食べるわけじゃないから、酢飯っていうのはそのたんもりしか食べないですからね、うん、でなんかどっかで寿司屋から寿司を取るときありますよね、出前で、うん、だから その時は握り寿司ですよね、基本的には。だからまあ巻き寿司もちょっと入ってるけども、まあ基本的に握り寿司と、握り寿司の場合はね酢飯が少ないんですよね、うん、もうネタがメインで、上に乗ってるお刺身みたいなやつが、ね、メインで、あんまりこう酢飯をたくさん食べさせるみたいなことはなくて、でも私酢飯が好きなんで、まあ握りもうまいけどね、それはプロが作ってますからうまいんだけど、うーんってもうちょっと食べたいなみたいな感じで、はい、だけどまあ高いものって知ってますから、そんなにね量を食べられないし、でもまあ手巻き寿司だったら家でやりますから、別にお金かかんないですよそんなにね、酢飯だってそんなに高くないし、もうネタだって別にお刺身ですからね、そこまでは高くないと、だからいっぱい食べれるぞというね、で家でもねめちゃめちゃいっぱい酢飯を用意してるんですね、はい、これはいっぱい食べろっていうことかなみたいな感じで、でもうバクバク食べてて、それでいちいちこう酢飯をねこういっぱいこう貼り付けて何本も食べるのめんどくさいですよね、巻くのが、いっぱい食べないわけだから、で巻くのめんどくさいから、で海苔もだんだん少なくなってくるからね、もう最後の方が海苔をどれだけ酢飯を巻けるかみたいな感じで、もうねぶっとくして手首ぐらいの巻きにして、つまり寿司のシャリの量がすごい多いんですね、それでネタはね少し、うん、にして、それで食べてましたよね。でまあ子供なんでね加減が分かんないんで、もう食べれるだけ食べる、あるだけ食べるわけ。で普段はねあんまり大食いはしないんですよ私はね。だけどその手巻き寿司が出てきた時は酢飯をとにかく食べたいんで、もうこの機会を逃せばいつになるか分かんないみたいな感じで食べるわけ。で食べて、で食べ終わりますよね大体。もうネタとかなくなってきてもう終わるんだけども、そしたらお腹がね痛いんですよね、もうパンパンで8切れんばかりで、で多分ですけど、まあマグロとかはね
お刺身系は別に大丈夫なんだけど、酢飯ってお米だからこう水分を吸うと膨らむみたいなこともあるんじゃないですかね。それ胃の中にねこう入った米が膨らんじゃってもうパンパンで、もう食べた直後からですね、食べ終わった直後からお腹がどんどん痛くなるという、あこれ死ぬ死ぬみたいな感じで、食べ過ぎたと後悔するんだけどまた次回もやってしまうというねことなんですよね。はい、まあそんなね手巻き寿司のいい思い出がございます。